かにかもしれない。13日放流します。あ、待ってます。公園ね、よし。でもじゃあ公園で会えるってことやんですね。めちゃくちゃ久しぶり、めっちゃ久しぶりな気がする。やばい、漂流。おお、ありがとうございます。他昼公演、よし。夏目さん、じゃあありがとうございます。すごい、おだいり様とおひな様が揃った。ねえ、久しぶりの緊張する。なんかあの貸し切り学校とかが来るからね。そう、ニットかわいい。ほんとモコモコパジャマ着てて、その上にセーター着てるからなんかがたい良くなった。あの、そう、打ち負けた6下のだから、うん、本当に、お、すごい、おひな様過去。そう、なんか半分ぐらいなくなっちゃって、そう、なんか叫んじゃったもんね。うん、なんか全然焦らないけど、そういうの落としてもさすがにあれはちょっとやっちまったってなった。こんばんは、こんばんは。プッテッテッ、こんばんは、こんばんは。13日の講演会、あ、講演会、あ、すごい、講演会入ってるんだ、すごい。そう、講演会お楽しみに。もうめちゃくちゃ楽しみ。私も普通に コンサートやる。そう、コンサートやる。ね、そうだから今日書いたんですよ。中から30名様分書いたんだけど、多分この人だよなみたいな感じだったんだけど、やっぱ本名だとこのあれってなった。本名
ねちゃんだ。新番組どうなるんだろう、どんな感じか楽しみですね。さよなら森さん、どんな感じなんだろうね。ネモフォンポスターに本名で書いてもらった。お、さあわかんないかもね。そう、本名全然出さない人もいるから。耳につけてるのピアス、そうピアスだよ。ピアス、ピアスちゃん。かわいい。じゃあピンクゴールドです。これはピンクゴールド。かわいい。5月のキスバイエイト千秋楽でチケット当選。おお、すごい。あ、ありがとうね。そっか、ありがとうございます。坊っちゃん劇場も今月で千秋楽だわ。早いな、どうしよう、早いな。なるのかな、絶対寂しくなるよな。寂しいね。そうだね。舞台千秋楽っていうのも寂しいけど、もう仲良いから、そこと離れるのがちょっと悲しいよね。ちゃん花粉大丈夫？花粉ね、まだ来てない。病院は行った方がいいかなと思っている。あ、最近ちょっとちょくちょくあるから、ちょっと早めに、そう早めに。めちゃめちゃ花粉飛んでる。そう、多分ね、花粉飛んでるなーって思って生活すると察知しちゃうから、そう、花粉は飛んでないもんだと思って生活しないとちょっとやられちゃうよね。うん、うん、そうね。私はどっちかっていうと目の方が痒くなっちゃうから、そう、目描くとね本当に良くない。村山4の千秋楽公園行きたい。あ、ね、わかんない、私の千秋楽はいつかな。
まっちゃって本当にもう多分すぐ飽きるんだろうけど、最近もう毎日やっちゃうのがあって、なんかそれなんか色を揃えるさ、なんかみたいなあるじゃないですか。そのなんか広告とかでなんか絶対やらないって思ってたんだけど、なんかちょっとやってみたの、それを。それすごすごい、うん、はいって思ってたんだけど、ダウンロードしてやってみたらなんかすごい、これは永遠にできるぞと思って、どこまであるんだろうと思って見たの。って言ってもなんかゴールがなくて、あ、これ永遠に、そうってんですよ。そうやってみてください。なんか世界中ランキングみたいのがで、すごい18000ぐらいまであると思う容赦ないよね。色を一色にすれば、そうそうそう、ちょっとねハマるよ本当に。私はなんかゲームをやりたい時期がなんかね定期的に来るんだよね。そうだからやっちゃうんだ、起きるんだろうなって思いながら今めちゃくちゃハマってる。ゲームの名前なんだっけな、本当に広告に出てくるやつ、出てきそう。プロセカやってる、プロセカはねめっちゃやってる。ってないと知らぬ間になんかいい曲が入ったりしてて、この間Adoさんのオドが入ってたかなそうなんか、え、知らない知らない、いつも割とそう毎日やってる時はあれなんだけど、久々に開くと、プロセッカから聞いて、あ、こんな曲あったんやって思って聞くのあれマフマフさんプロセカで知った、え、そうなの、え、そうなんだ、そっか、は結構中学生ぐらいからずっとニコ動とか YouTube で見てたからけど、芸人界でいうダウンタウンさんみたいな、なんかみんな知ってるみたいな。でもなんか最近なんか歌い手とはみたいな、その最近
たいなのテレビとかでやってるんだけど、なんかあ今なんだと思って、なんかなんだろう、まふまふさんに歌い手とはっていう何ですかっていう質問をしてるのさちは、注ぐやつウォーターソートパズルかな、あそうでもそんな感じだと思う多分。まあでもね、子さんです私、こう出ちゃうからな。でも本当にテレビでマフマフなんかすごいいい時代になったなと思います。あ今更感すごいよね今みたいなのとかなんか言われてるけどさ、なんか YouTube で活躍はそうなんだけどみたいな、面白い、そう。でも本当にいい時代だなって思うね、ボカロがめっちゃ普及というかね。最近 VTuber をさちょくちょく、そう VTuber って可愛いよね、うん、時代が追いついたんやね、時代が追いついたんやな。松伏町のスタンプラリーと箱にサイン書いた。確かにカレーポットにはサインないんだね。まあね、へえ、でもしマジで王道しか知らないけど、星川さらちゃん、かなあ。もう可愛いね、世界情緒が可愛い。へえ、何世界情緒、そうなんか VTuber いいしみたいな、可愛いしとみたいな、動くしみたいな星川さらちゃんとアクアちゃんと誰だっけな、あの子誰だっけな、めちゃくちゃ歌うまい、みんな歌う。でも TikTok、TikTok でよく見る。ガウルグラ、夏目さんの情報なんだろう。でも TikTok やろうかな。でも TikTok ってなんか分かんないって思ってるんだけど、そうTikTok 普通に待ってる、普通に待ってる、ねえもっとみたいなやつ、可愛いんだけど、そうなんか自分でやるってなると全力笑顔全待ってる、あそれはちょっと私でも分かる。TikTok は10代っていう、そう、まあしたからちょっとみんな押さえといて、どうかね、じゃあひっそりとやってみなんかさ AKB の子高橋彩音がそれが嫌なのよ、彩音が TikTok を開設しましたって公式で出されるのが嫌なの なんかこうなんだろうな、この人に知られ、ファンの人には知ってほしいとか、インスタでは初めましたとはもちろん言うんだけど、もうでもなんかなんかね、どっちかっていうとメンバーに知られたくない気がする。なんかメンバーに TikTok 始めましたって、そう、そうだからね、みんなが見る分にはいいのよ。ああいうのなるけど、
ショールームとか別にいいんだよね。いいっていう思いがあるの。なんかなんかね、そうなんだろうね。これは多分24、まあそんなの気にしないでやったら絶対見るよっていう人。でもセリちゃんとかの TikTok で結構参加したじゃん。いや人のはいいのよ、人のだもん、関係ないもん、人事だもん。はあ、今19歳だったらなって思ってる。半年アプリは入れてないのでリンク貼って、こんばんは。ナナシちゃんの生誕祭、アニちゃんに会いたかったな。あるなら、え、私ナナシちゃんの生誕祭いますよ。今水移すやつやってみたけど、CM との戦い、あーそうなの、 CM めっちゃ多いよね。広告一回切ってもう一回始めたら続きから始められるから、そう。こんばんは、こんばんは。お、よろしくです、よろしく。あさってか、あさわいすぐじゃん。2回公演できるかな。10時半か。10時半。うん。そう、インスタの結構大きかったの。そう、妹と二人でケーキでかくないって言って、そうめっちゃ美味しかった。今日よ、あ、福袋今すごい。20は何の、王様ランキング、あ、そっか、え、あ、今日、あ、今日か、え、あ、今日か、え、あれ今日何曜日、あ、もうやってるか。あれ待って、今日リメンバーミーじゃん。あ、あ、リメンバーミーを見るの忘れた。
あリメンバーミー見るの忘れた。19に村山チーム4の千秋楽だね。私トークの時期当たりました。お、ありがとうございます。誰の時だろう。誰誰ん、こないだ天野さんとかかな。うんうん、リメンバーミー、こんばんは、こんばんは、こんばんは。歴代で一番ハマったゲーム？人生の中で言ったら、人生の中だったら太鼓の達人かな。うん、多分一番やってた気がする。でも他になかったからな。でもなんだろう、でもラブライブもめちゃくちゃやった。もうなんかもうやることないわってぐらいやった、ラブライブは。スクフェス、来週坊ちゃん劇場行きます。おお、やったー。こんばんは、こんばんは、こんばんは。でもさ、今ラブライブのゲームがさ、もう全然わかんなくなって、っていうかサンシャインの2期から見てないからもうわからない。なんだって、なんだって。サンシャインの2期、そう、サンシャインの2期見てないかな。見てない気がする。うん、普通にさ、うん、よかったね。なんで2期見てないんだろうって感じだけど、ユニットとも可愛いよね。ちょっと、こんばんはです、こんばんは、こんばんはです。太鼓の達人が放送されたのが懐かしい。確かになんか私その時特技とかまた、なんで太鼓の達人って答えたんだろうって感じ。そう、でもなんか楽しかったからよかったです。なんで太鼓の達人になったんだっけな。そう、わかんないけど、うん、懐かしいね、懐かしい。マリコさん元気かな。なにちゃんが音ゲーやってる配信とかみたい。したいんだけどさ、音ゲーやると音ゲー良くないっていうか、音がさあれじゃん、入るからダメみたいよね。
オープンレック、オープンレック。今日さ、そうお出かけしてて、ちょっと買い物行った行って、一人カラオケしたんだけど、一人カラオケ行ったらさ、そうなんか、その20人パーティー用ぐらいのなんか。すんごいでっかい部屋に一人で案内されてみたいな。しかも1時間しかいないのに、なんかそんなこんな一人パーティーみたいな、そうなってすごかった。なんかいいんですかみたいな。そうどうしたらいいんだろうって思って、そうめちゃくちゃパーティールームに通されました。そこしか空いてなくてみたいな。あ、全然いいですよって言って帰ったら、なんか広々って感じで、そうだと今日はパックをとか買ったから、そう今日はパックをするのが楽しみですね。どれにしようかなって感じ。今度カラオケ配信、あ、いいんですか？カラオケ配信したいね。ショールームだったらカラオケできるもんね。そうしましょう。カラオケ、踊れるぐらいの広さ、え、全然踊れる。なんかちっちゃいステージみたいなのもあったし、うん、こんばんは、こんばんは。カラオケは何もない、頼まないね。なんかもうお腹空いてやばいみたいな時じゃないと頼まない。うん、こんばんは。久しぶりにショールーム見ましたけど、痩せましたか？顔がシュッとしてるだって。え、本当？痩せた？嘘、嬉しい。痩せたかな？痩せた？どう？痩せたのかな？わかんない。やった、嬉しい。髪ピンクじゃない。お、いつの話？でもわかる。ね、最近。エイトの曲を歌ってほしいです。なるほど。痩せた？あら、ほんと痩せた？あら。あらあら。あらあらあら。ジョンマラブ終わったらネイル解禁。そうだよ。もうすぐネイル行くわ。すぐネイル行くもん。でも今か、多分4月3日のコネイルで行くから、そう。なんかそのね、どうしようかなって感じ。ちゃんと髪色で季節感じそう。あ、いいですね。去年も春ぐらいに暗くして、ちょうど今ぐらいかな。で夏にまた明るくて、またあの冬春ぐらいにちょっと暗くなってきたんでね、ちょっと暖かくなるね。夏ね、最近の傾向として。いや、私その季節で別に変えてないんですけど、もうね、確かに言われてみたら季節感じるかもね。
夕げと夏げが生え変わる動物みたい。うん、そういうことにしとこう。冬で寒いから青だったのか。そう、なんかね、青にし、青ね、意外と良かったよね。そう、今も若干青入れてもらったんだけど、でもやっぱ落ちてきちゃったね。そう、また青入れよう。そう、生写真とか撮影あったから、ちょっとなんか普通にしたけど。そう、でも青がね、意外としっくりきてたんで、うん、ちょっと青で、青いいなーって感じです。今何時？今何時？43分。お、ありがとうございます。Now 43分、もうすぐ1時間。15分で1時間。うん、今日長めですね。今日長いね。じゃあ私はお風呂に入ってパックをしないといけないので、じゃあちょっとこの辺で終わりにしようかなと思います。じゃあランキング読みます。13位ショートさん、12位和田ちゃん、綾大福さん、11位ダイヤモさん、10位りょうた鳥もも推しさん、9位のりーさん、8位やすさん、7位バイユー綾大福さん、6位 YSA73 さん、5位お父さん埼玉さん、4位ゆうた、あやねちゃんのことが大好きですさん、3位やすべえさん、2位すいかさん、1位なつめさんです。ありがとうございます。みんな今日もギフトとかお星様とかコメントありがとうございます。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。